一つの視点として、企業が変わるときにこう社員さんも一緒に巻き込んでいくっていうところがやはり非常に経営者ご苦労されるポイントなのかなと。B2B の我々ビジネスなんですね。ですからその場合には、まあ特定のお客さんとこう、まあ、ある程度の量をですね、お取引をするようなことになるわけですけど、それも我々は先端なお客さんにフォーカスをしてやる。そうするとその先端のお客さんっていうのはいろいろと要求事項があるわけですね。もうまあ QCD&D ですねがまあ一番ベースだと思いますけど、でそれは品質にしろですね、そのいろんな技術開発にしろ、まあ、非常に複雑、お客さんにとってもその取引をするのに煩雑なことがたくさんあるわけです、はい、それを、やはり、なるべく低減する、おじっくに任せておけばこういうところはちゃんとやってくれるねという、そういうふうなですね、ことをやるのが B2B、 そのブランディングだと思うし、ブランディングの一番重要なところだと思うんですね。ですから、そういうふうな形をやるためには営業から総務から技術から製造からですね、全てが一気通貫でですね、同じ思いでやらなきゃならないというところがあると思います、もう社員一人一人がですね、もうその我々のブランドの伝道師みたいなですね、そういうふうな形にやっぱりしていく必要があるんじゃないかなと思います、まあ、そういう意味で、まあ、いろいろな教育システム、また、会社の企業方針からですね、理念から、そして、事業計画、それは中期計画も年度計画もありますけど、その下にこの部門計画があって、それと、個人のいろいろなスキルアップの方針、そういうのが全て連動しているということで、自分の仕事っていうのがですね、会社のどこにこうつながっているのかっていうのが常に分かる、そういうふうなことをやる、まあ、企業マインドとしてはですね、とにかく社会から支持されて必要とされる、ね、企業になっていこうという、こういうことをみんなが、社員全員がですね、意識して仕事をするということがですね、その特定のお客さんとやる B2B ブランドにとってはですね、非常に重要だと思ってます。社員一人一人が会社のブランドの伝道師であると。そうですね、同じ価値観を全員がこう共有するためには、 そこが結構浸透っていうところが難しいと思うんですけども。そうですね、ですから、まあ、どのようにされてらっしゃるんですか。まあ、そういう、まあ、ベースを作るというところですね、まあ、当然こういうふうな社員教育もやりますし、もう一つは我々市議会活動っていうのをですね、まあ、やってます。これはですね、もともとは OG アップ活動と、あと、まあ、CI 活動というですね、まあ、会社を良くするための活動なんですけれど、ただ2008年リーマンショックがあって、仕事が、ね、非常に、まあ、我々の売上が半分ぐらいになるような形だったんですけれど、そういう時に社員みんなで、まあ、今後どうするべきかということを、ね、考えてもらったんですね。でそういう中で、まあ、基本的にはこの不況の時も仕事を、ね、お客さんからいただくためには、お客さんに、オジックのファンになってもらう必要があるんじゃないかということを、ね、社員のみんなが言い出したわけです。で社員のみんながそのファンになってもらう、お客さんにファンになってもらうためには、はい、どうするべきかということをですね、まあ、次議論した中で、その第一歩としてはですね、社員全員の品格を上げる必要がありますと。自分たちのビジネスマナーとかですね、まあ、挨拶の仕方とか、そういう基本的なところをですね、全て見直していきましょうと、そういうことをですね、やりたいですということで、それで、ソーシャルマナー、ビジネスマナー、そういうふうなものをですね、それぞれのチームでですね、やって、そして社員の品格を上げていく、またプレゼンマナーをやって、その表現力を高めていくというふうなことをですね、やっていこうということで、まあ、毎年毎年、チームを作ってですね、そして挨拶運動をやったりとかですね、褒めていく運動というのは、それを褒めていくというのは、
いいことをやった人を褒めていきましょうというふうなことをやったりとかですね、まあ、挨拶運動は朝から本当小中学生学校でやっているように、その当番の人がですね朝から出勤してくる人たちに挨拶をする、うん、そうすると、まあまあ、周りの会社の人もですね、はい、挨拶をしたりとか地域の人とも挨拶をする、そういうことから今度はじゃあ横断歩道のね、小中学生が通学する時の横断歩道の黄色い旗を振ってというふうなことをですね、やったりとか、これは地域の町内会ともお話をして、メンバーが動いてということで地域とのコミュニケーションを取るとか、そういうふうなことで、いくつもですね、チームを作って年度ごとにテーマを決めてですね、そして動いてもらってますね、まあ、今年のやつは3つのテーマでですね、まあ、今とにかくその働き方改革っていうのはですね非常にまあ、スポットが当たってますので、はい、そういう意味で働く環境改善ワーキンググループというのと、まあ、地域貢献はですね、清掃とか、さらには、田植えとかですね、これは休耕田で休んでる田んぼをお借りしてですね、そこに水を張ってそして田植えもしようと、でそこに張った水っていうのがやっぱり地下に浸透していきますんで、そういうふうなことをやるのを地域貢献としてやってますね。で、あと熊本は江津湖っていうですね湖があるんですけど、そこの清掃ですね、それでやっぱり水をきれいにするというようなこと、これも会社からですね、家族も含めて出て行ってで一緒にやるということでですね、それはもう大手企業さんも本田さんとかいろんなところがもね出てきて一緒にやりますね。200名ぐらいでやりましたけどですね、こう社員さんたちがこう主体になって会社作りをしているっていう感覚が大事なんですかね。そうですね、やっぱりもうせっかくねオージックに入ったんだから、その会社自分がいる会社はですね少しでも働きやすくて、でやりがいのある会社にしようじゃないかと、で、やっぱり現状維持じゃね会社っていうのは衰退するんで、新しい、ね、世界というかね未来はね自分たちで作るんだということをね意識を持ってやろうやということがもう一番ベースとしてねあるし、その本当のベースのところには基本理念とかですね、そういうものが、まあ、みんなが共有してるっていうところですね。なるほど、やっぱりそういう会社風土を会長ご自身がこう作ってこられた背景にはそういった、うん、まあ、前職のパナソニック時代のこう教えであったり、うん、またこうお世話になった経営コンサルタントの方もいらっしゃるというふうに伺いました、うんうん、会長としてはどういう組織風土を作りたいという思いで今のオジックさんを作ってこられたんですか。いや、それはもう一言で言うとワンチームですよね。だからそれはワンチーム私もラグビーやってたんでですね、そのワンチームでやるっていうことで、これが特にこの B2B ビジネスをやっていく中 で特に我々はお客さんの製品のですね最終工程で機能を付加するっていうことをやってますから、それは本当さっきのブランディングのところでも話しましたけども、一気通貫でですね全てのメンバーが同じ気持ちでやる、まあ、その信頼に対してですねお客さんも仕事を出すし、いろいろ複雑なところの煩雑なところのですねお客さんの負担というのが、そういう我々に出すということで、低減される、そういうのがそのブランディングの非常に重要なところだと思いますので、それは、ね、ワンチームだ、ね、じゃないとねやっぱりできないというところですね。なるほど、熊本地震とかですねそういうのもあってみんな大変な時にまあお客さんと我々の中でもですねお互いに助け合ってて、いうこともありましたし、熊本県工業連合会というですねこれも300社ぐらい入った産業界の集まりなんですけれど、たまたま2016年から20年まで私が会長だったんで、で熊本地震の時だったんでですね、それでまあグループ補助金とか、まあそれぞれの人が会社がこの地震によって潰れることがないようにしようと、で県の方もそれに対してサポートしますということなんで、それで、まあ、県下最大のグループを作ってですね、そして、まあ、国の方にも申請をして、それで、こう中にはもう工場の中が地割れしたりしてですね、もう操業できない、そういうところに対してのサポートをこういうふうにするとかいうことで、みんなで、こう
一社も潰れることなくですね、創造的復興と知事は言いましたけれど、そういう復興をですね、まあ、やっていったというところですね。それ立ち上がるっていう意味も含めて、そうですね、ワンチームというのは会社だけじゃなくて、同じやっぱり同業のメンバーも含めて、企業の発展はですね、まあ、特にもう我々みたいに地域密着型の産業にとってはですね、自分たちだけ伸びるなんてことは無理なんですよね。やっぱり地域自体がしっかりと活性化していくということがですね、非常に重要だと思いますね。だから今非常に熊本はまた九州はチャンスなんですよね。それが国家プロジェクトのですね、半導体の戦略の一丁目一番地が熊本になったわけですね。それで海外メーカーの投資、またその周辺企業ね、もう国内国外からの投資がどんどん出てきている。でそこで半導体をですね、九州でちゃんと作れるようにしていこうと、今もそのパワー半導体とか特殊半導体は当然作れるわけなんですけれど、それ以外のロジック関係とかですね、そういうのも作れるようにしていこうということで動いてて、まあそれに対してやはりこの九州全体でですね、今九州半導体人材等育成コンソーシアムというのを作ってですね、人材の育成とあとサプライチェーンの強化というのをですね、やるようなコンソーシアムを作ってて、私もそこのメンバーでですね行かせてもらってるんですけれど、そういうふうに地域がやっぱり発展する形で、今回のやつはもう国家プロジェクトなんで、九州からいろんな半導体をですね、日本全国にそして世界にですね供給できるような形っていうの、それがやっぱりこの令和になって、平成の時とはですね世の中がかなり変わってきて、今分断とかですね、自国主義とかそういうふうな形になってきてるわけなんですけど、そういう中でもサプライチェーンを切らさないように、またはどんなことが起こっても日本でですね半導体が調達がちゃんとできるような形、そういうふうなのをですね作ろうということでの動きですから、これでまあ九州としてはチャンスと考えてですね、まあ半導体の拠点をですねさらに充実させて、まあシリコンアイランド九州というのをですね、まあ復活ということを皆さん言われるけど、今でもある程度あると思いますけど、それをねさらに充実させるということをですねやっていければと思いますね。でその中に我々も参画させていただいて一緒に成長するという形ですね。なるほど。